情報によると最深部に新型がある。新型って今までの魔導アーマーとどう違うの？バーサタイルは魔導アーマーと融合して自分を改良し続けるつもりらしい。奴の作った死骸はインソムニアを壊滅させた。破壊するなら今しかないね。でないと大変なことになる。急いだ方がいいね。ターゲット発見。排除せよ。ターゲット発見。排除開始。
消えた。
724年10月24日記録。魔導兵の量産体制が確立したことにより帝国はルシスを圧倒し、インソムニアは包囲下にある。だがこれで満足するのは怠惰である。地下死骸を生成する際にごく稀に失敗として生まれる死骸、その非順応性ゆえに死骸そのものの利用は考慮されていなかったが、魔導兵を凌駕するあの力を利用しない手はない。思い返せば私の研究は死骸と共にあった。死骸研究を進め、死骸そのものを利用できればさらなる躍進につながるは必然である。我が研究こそが帝国の基盤である。狂ってる、こいつ正気じゃない。
と片付いたね。やった。あ、何？コード XDA1002 インモルターリズ気化死骸装填完了。意識混濁なし。全システム正常。インモルターリズ起動。外だ。Yeah.
大丈夫かい？うん、これでよかったんだ。自信持ちな。自分で決めたんだろ。ですよね。なんて。俺、急いでノクトたちの後を追うよ。クリスタルを取り戻す。それがノクトの使命なら、俺もそれを手伝いたい。もしかしたら、俺が先に取り返しちゃったりして。調子出てきたじゃない。本当のこと話して、みんなが俺のことを受け入れてくれるか不安だけど、俺がどうしたいか自分の言葉で伝えなきゃ。だからちゃんと言うよ。いい顔になったじゃない。この先へ進めば帝都だ。アラネア。ん？ありがとう。パパパパン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 パパン。
悪かったな、プロンプト。え？まんまと騙されて本当悪かった。あ、はあ、ああ本当にね、付き合い長いのにショックなんですけど。なんてね、俺も騙されちゃったしね。いろいろ蹴りついたら生まれとか関係ねえ国にしようぜ。え？めんどくせえし、そういうの。なんか今のノクトすげえ王様っぽい。まあな、変えようぜ、お前も一緒にさ。うん、任せて。Thank you.